皆さん、こんにちは。日本人、兵庫県民、淡井圭介です。2023年、8月の22日、20時、59分なんですが、今日一連の、出来事で、やっぱりある程度時間が経過してから、以前と同じ状況だったっていうところを説明させていただいて、これ日本中の警察官の方、どういう返答をしてしまうと、その人はどうなるかがすごくよくわかりますから、一旦、しっかりと記録してください。実名、まあ、警察官の方のお名前、まあ、フルネームじゃないですけども、まあ、どこの警察署か言いますんで、まあ、淡井圭介がね、言ってることは、まあ、ある程度のところで、まあ、今日確実に、あ、彼は通報に来たよぐらいは、まず理解して、そこから聞く内容で、普通に考えたら、あ、そうなるなっていうことがわかりますから。今日何があったかって言いますと、まず私が、神戸地方裁判所へ、まあ、10件を超える、裁判を、以前しています。で、最初の頃に、まあ、やっぱり法律面を求められてきて、で、六法全書とか様々なものを読み込むのに、やっぱり3日かかる。で、それ相応の書類とか、自分が作った提出した書類に合わせて、どの法律を一覧表として出す。僕はそれをチョイスしました。で、あまり深くこだわられると、これ原告の方が持ちこたえられないんですよ。一つ一つの件で、何々法の第何条のって、それ全部書き始めたら、何十件もある人、絶対無理です。裁判できなくなります。コピー代とかも含めて、そういうことです。で、今から言うことが、本筋です。で、まあ、即時抗告を、その後すぐして、で、まあ、以前と同じケースなんですけども、大阪の、高等裁判所の方へ書類が回って、もともと、まあ、これは特別、山田書記官を責めるわけじゃないんですけども、神戸地裁の、山田書記官も一応言ってるんですね。自分で、まあ、電話かけていただくか、まあ、向こうから連絡は来ると思うんですけど、というようなことを、言ってたはずなんです。で、まあ、3ヶ月経過しても、何も連絡が来てない状況でしたから、直接神戸地方裁判所へ山田書記官に追加の書類を渡しに行こうと思って、まだ国家賠償法とか書いてないものいるかなと思って、あんまり書き始めて本当にキリなくなるんで、最初から、現行法規、現代日本法規が高等裁判所とか、普通の地裁とか絶対置いてるはずですから、六法全書よりも、たくさんの法律も載ってるもの、それプラス土佐六法とかも絶対必要になってくるんですけども、まあ、その書類を提出した後ね、まあ、高等裁判所の今この番号こうなってます。自分で、まあ、行くか電話かけるかで確認してくださいっていうことで。で、裁判所から出てきました。で、湊川神社の横の信号を渡って、大倉山図書館をこう、北の方に向かって、大倉山の体育館の横を通り過ぎるように、大倉山の図書館の方向へ向かって、北へ向かって歩く。それまで後ろから、まあ、政治経済含めていろんなことを私関わってますから、後ろから、まあ、あれこれ言ってきた。まあ、特に敵意は感じなかったんですよ。で、それで僕が、いや、ああなってますよ、こうなってますよっていうことを言ったんですよ。特に怒鳴りつけるような言い方はしていません。で、喋ってた間に、その二人が、あれ？この人たち見たこと、以前もあるって。あ、そういえばまた絡んできてる。おかしいと。同じ場所。裁判所に追加の書類なんか、たまにしか出しに行かないです。おかしい。確率が高すぎる。じゃあ、低すぎる。逆のことを言ってしまいました。家出た時に、すでに、田王寺駅のところに、20歳前後の男の子が、4名ほどたむろしていて、3人が改札口にいて、その横から1人が出てきて、僕は改札口通るときにね、で、一緒の電車に乗り込んできた、その者たちも、
敵意はないんですけど、僕の件を明らかに甘く見てる。同じメンバーなんですよ。その2人絡んできた女性の時とこの4人が同じかどうか、そこまで私も記憶はないです。この何人かで絡んでくるっていうのは待ち伏せをして、下手したらこの辺の町内会とかでそういう変な集まり方をするネットワークみたいなのが出来上がってる可能性があります。いろんな世代の、今までね、この住宅内を走り回ってた子供たちとかが結局その集まって、僕が家出ていく時とかを監視していて、変わる変わる、もういろんな年代層もう経験してます。一緒に乗り込んでくる人たち明らかにたもろしていて、で僕のことをあれこれ言ってるな。で僕もいろいろその時まずタオチェキで注意しました。いや、トランプさんも、ジョー・バイデンさんの親族の人も起訴されてるよと、パク・クネ大統領も手錠かけられてるよと、まああまりは IK スケの件に関わろうとしない方がいいって、もともと1956年に売春防止法が出来上がっていて、裁判官にも警察官にも検察庁にも国会議員や大企業とかにもエロ業界を認めていた、つまり暴力団を認めていた、エロ業界イコール暴力団ですから、それが山口組で、まあ深く言うと、神戸市北区の、岡場駅の近辺にある有野台のふもとにある、公用病院、精神病院なんですけども、そこの経営者が山口家なんです。で、その人たちが、僕は小学生ぐらいだったと思うんですけど、だから僕は全然関わってない。で、多分灘区の方に家だったんだと思いますか。田岡御殿と呼ばれていたので、田岡製薬所っていうところはもともと大手の三井とか住友とか富士グループも製薬会社持っています。もともとね、日本の歴史で精子が生産できなくなる薬とか薬事法の規則の方を見てもらったら分かると思うんですけども、これ明らかに人間の飲んだ毒じゃないっていうような内容が載ってるんです。本当に政府が認めていた、ね、第二次世界大戦は本当にあったから、ね、神風特攻とかさせてるでしょう、ね、もともとその当時の人たちがどれだけむちゃくちゃだったかもう分かるでしょう、本当に。で、その人たちの家系が基本的に、政治経済を動かしていて、もちろんそういうエロ業界のことを嫌ってる自分がね、結婚して子供ができたりしたら、自分の子供がそれ襲われた、つまりもうはっきり言いますね、レイプとかされたら嫌でしょう、それぐらいね。だからそういう業界を嫌ってる勢力とそうじゃない勢力は昔から衝突があった。これ国会議員とか大企業の役員レベルの衝突だから、ちょっとやそっとの一般人巻き込めたら無理、警察官を動かしてくるから、本当に。それで隠蔽。本当に。で、それがもう僕の小学生ぐらいの頃に分かって、田岡製薬所っていうところは三井、もうその頃は三井系列。まだ住友は合併してないから。で、三井傘下の田岡製薬所は、兵庫県の西の方に姫路市があって、その隣に播磨っていう市ではない人口の少ない地区があるんですけど、そこに田岡製薬所っていうところがあるんです。その後、三井住友の傘下という形ではっきり表明されてるんですけど、僕は田岡御殿のこの本当の話を言ったり、ホームページで書いたら消したんです。田岡製薬所っていう名前、インターネットではっきりと表示されてたんですよ。本当に。地名とかはっきり分かってました、ウィキペディアとかで。だけどもそれを誰かが隠蔽した、これが本当の話なんです。で、警察官とか取り締まりに行ってるんですよ、田岡御殿を。こんなむちゃくちゃな世界受け入れられるかって、政治が生産できなくなる薬、公用病院が神戸市北区にあるでしょ、で、あとは有馬公園病院、神戸市北区でしょ、で、その間のところ障害者の学園とかあるんですよ、わかります？精子が生産されなくなる薬を飲まされた人間、その後、ね、普通に精子が生産できるようには なりましたけども、本当は体の内部が破壊されていて、生まれてくる精子がすでに血管を持っているものの可能性がある。これ本当に調査した方が良い。宝塚三田病院も、
精神病院。おかしい。近寄りすぎてる。分かってる、最初から仕組みが。で、三田市はもともと1970年代に人口約7万人。それが、現在は14万人ほど。もう結構数年前ですね。にもう倍になってるんですよ。明らかに変です。で、人口が倍増したら、仕事が絶対取り合いになるんです。もう回らない、絶対に仕事。じゃあ、精神病院へ隠蔽して入れて、仕事にする。これが実態。だ精神病院の医者なんかになろうとする人間、絶対に、もともとは、何か大きな病院で何かしてしまった後、精神病院に回されるんです。開業医とかに回されて、本当に。開業医なんか行ったところで、絶対無理。民間の経済理論の方の話で言うと、本当に、この辺りは、岡場から田尾寺駅までの間で、内科が開業医10件ぐらいあるんです。10件以上かもしれない。多分あります。で、もう、だいぶ、大体のところを撮影してますけども、僕のホームページから閲覧できます。医療業界とか、建設業界の慣れの果てっていう書いてる番号ありますから、40番台だったかな。大体その近辺。で、歯医者も10件以上あります。で、美容院、髪の毛染めるところ、受験ほどか10件以上あります。これは倒産しているところもあって、潰したりまた新しく作り始める人間がもう後を絶たない。あ、こんなところにもある、あんなところにもある。本当に一回車から降りて自分の足で自分の街確認しなかったら大変なことになってる。絶対普通ない。これは確実に銀行員の窓口に後先考えずに平気で分かっていて、金貸ししてる人間がいる。これがもともと大手の財閥のグループ。1956年に売春防止法が出来上がってるから。第二次世界戦争が終わったのが1948年かな ?46 年か8年かそれぐらい。で、おそらくもう各自しっかり調べてください。僕もなんでもこうメモしながら話すって、これはもう急いでるとき無理だから。で、私を9回ほど精神病院に入院させるでしょ。で、その間に、もともとどういうことがあったのかって言ったら、神戸大学附属病院で私強制わいせつされるんですよ。どんな状況かっていうと、2008年6月頃に、まあ、いろいろ外から絡んでくる連中がいます。その前に、14時、お昼の2時ね、14時に自宅の横をノーヘルで、体はかなり鍛えていました。直感だと思います。マフラーをつけてないオートバイ。アクセルはあんまり開けてないですけども、かなり音うるさいです。それ、スローの速度で私の横を通り過ぎていって、その後21時過ぎぐらいに、思いっきりアクセルこう何回も鳴らす、暴走族特有のね、アクセルの回し方、あれで、もう自宅の前まで、大通りの方じゃなくて、ここ。この普通のこんな住宅内、来ない、普通の人間、もうそこまでしたら、絶対かなりおかしい人間、本当に小指を落としてる人間とか、本当にいるから、精神病院に入れられたら、2週間後に同じ病棟に入れられてくる。つまり、病院の内部に内通者がいないと、看護師か医者が選べるから。本当は医者が決めるんですよ。だけども横で、看護師が何か言うんですよ。どこそこの病棟が空いてますよって。もう人材派遣会社なんかできたら終わり。本当はどんな人間が働いてるかなんか実態わからないから。どんなことしてきた人間雇ってるかなんか。本当に。だから、まず神戸大学附属病院に強制わいせつされた。それ、両方割られてるんです。その21時過ぎにもう我慢の限界が来て、その暴走族の行為をしてきた人間ね。もう我慢の限界来た僕も人間だから、もう家の外を飛び出してしまうんですよ。で、そしたら、オートバックスの方から、男2人ぐらいが、おー、出てきたわって言ってたんですよ。オートバイ、向こうの、昭和石油の方、あちらの方の通りの方に出ていったと思われるんですよ。音を聞く限り、あんだけ音大きいから、もう絶対まず間違いないですよ。もう出てきたわ。だけじゃわからないですよね。とりあえず、現場まで行ってみようと。行って、有馬警察のすぐ隣だから、
いくらなんでもそこで殴りかかってくるやつとか、もう最悪発砲する人間、銃とか持ってない。本当に昔、暴力団あったから、本当に銃の発砲事件。芸能事務所とか、もともとテレビ局とか、エロ放送しちゃったから、もうあっちこっちの事務所で発砲事件本当にあったんです。もう映像見たらわかります。明らかにガラスで、そんなもん、ね、くり抜いたりする人間いない。銃痕だっていうこと絶対わかるから、映像、そのガラスの貫通の仕方で、芸能事務所本当に打ち込まれてるから。で、もうその凶悪な連中なんかまとまらない。もう絶対もう、こんなことでし始めたら、収拾つかなくなる、本当に。で、行ったら、一人の男が立っていて、体鍛えてたんです。明らかに体見たときに。まずいって思って、とりあえずもう横通り過ぎようって、顔だけは分かったっていう形で、けども多少もし始めて、僕の足元にしぶき飛ばしてきたんですよ。で、かかってるんですよ。で、まあ、喧嘩するのはまずいから、もうこんなところで正面なんかもう呆れ返ってね、もうこんなところで正面せんと、もうすぐそこ、田尾駅の近くにコンビニあるからって言ったんですよ。そしたら、後ろにオートバックスのコンテナのところに隠れていた男3名が急に出てきて、で、こっちもまずいって思いますよね。で、とにかく警察署まで行かないと。っていう状況。携帯電話持ってるけども、あの状況、100とかできない、本当に。で、とにかく、普通に、もうとにかく、喧嘩なんかなしにしようと。殴っても、刑務所行きになる可能性だってあるよ、ということで、有馬警察署で、お互い話するんだったら、自分たちが何にも悪くないんだったら、いいでしょって。そして相手は応じたんです。わかったって。その前に、そいつらで話し合ってたから、かなり危険な状態なんですけど、何かの作戦を立ててたんですよ。で、お前が先頭を歩けとか言い始めたんですよ。絶対無理ですよね。後ろに目なんかついてないから。で、一人の男は、俺が前歩く、もう一人の体鍛えてある男が、ね、この二人の間を歩けっていうことを、まあ先頭が歩いてた男がいたかもしれない。で、その後ろに男に見える。まあ、ちょっとしたこちらの安心感、油断。本当はもうその時点で、一目散に走って、有馬警察署まで走るべきだった。だけども、ええわ、話し合うわって言った時点で、ああ、まだそこまで無茶苦茶な連中じゃなかったかっていう安心感で、有馬警察署まで歩き始めたから、もうこっちは完全に気抜いてる状態です。だから急に歩き始めて10メートル以内のところで、先頭の人間がもう話し合って、打ち合わせしてたみたいです。急に止まって、で、バンってぶつかるでしょ。そしたら、その瞬間に、もう何か言ってきて、もう覚えてないです。二人同時に前後から殴りかかってこられた。無理。そんな状況。同時だから。で、その時、両顎を割られて、神戸大学附属病院に搬送されてるんですけども、その時の事件番号は、100、894なんです。で、これはもう喋ってる言葉ではっきり言ってるから、確認してください。で、それはもう事件として登録されてるんです。で、重要なのは、その神戸大学附属病院という国立病院で集中治療室でオペが終わったその次の日に強制わいせつを仕掛けてきた人間がいるんです。女2人組で。それはテレビに出てるアナウンサーじゃないです。そこにアナウンサーは現れましたけど、その子らは未来からの情報を聞いて、この後この人がここで襲われるからっていう話を、深刻に本田朋子と小林真央っていうものがしてたんですよ。急に来てくれて、誰かが情報を回してくれたんだとは思うんですけども、この件もともと危ないんです。もともと政府上層部とか裁判官とかにもエロ業界を認めてしまった人間多分存在する。だから、20歳以上はとかわけのわかんない話が全部嘘。暴力団として認定されている以上はエロ業界。ね。お金を出して買うっていうことは、払うっていうことは、ね。お金を出した方は暴力団への資金提供。で、それで金稼ぎしてる方は完全に暴力団。これが確定事項。本当に、本当に。だから、DVD 屋とか、レンタルショップがあるよとか言ってる人間。無理。テレビとか見て汚染されてる。最初からの街の状況で。もうその子供からその状態してしまった場合、それが社会で普通だって思ってしまうから、その状態絶対無理。本当に。その本人が最悪のケースを訪れる可能性、かなりある。なぜなら、先ほど言いました。
もともと法律側の人間の中に、本当に根性曲がった人間が紛れ込んでるから、本当に。だから、この間も神戸地方裁判所に、もう全員名札つけなきゃ絶対無理ですよっていうことを言ってます。どこの誰が働きに来てるかわからないから、本当に。これは大阪の高等裁判所とかも同じ。本当に。神戸フルーツラバークでも、サンパレスロッコーでも、人材派遣会社同士で、アダルトビデオに出てる人間が本当に働きに来ていたから、わからない、そんなこと、こちらも。本当に。人数働いてる人間多いから。で、そのね、強制わいせつされた件、本当は後で記憶戻ったんですけども、子供の頃にもだいぶ揉めた人間で、僕も親戚のおじさんがジャーナリストだったから、神戸新聞の、ある程度いろんなこと知ってる方なんですよ。で、もうはっきり国名言います。中途半端はもうなしにしましょう。もう僕は今まで韓国の人たちとの友好関係、北朝鮮との友好関係進めてきましたから、トランプ大統領に首脳会談を行ってもらって、安倍政権の頃に。この件は本当に深い闇があるんです。みんなもう怖くなるでしょ。いいです。もうあんまり僕の件を僕の周りで喋らない方がいい。どこの誰がどういうふうに物事見てるかわからないから、本当に。韓国は北朝鮮か、どちらか、朝鮮半島系、もともと日本、いいですか、これ、韓国の人たちとか北朝鮮の人、誤解しないでくださいよ。もともと日本と朝鮮半島は戦争してないです。で、併合してるんです。ほんとほんと。台湾も同じ。小さな国がまとまらなかったら、北はロシア、ね、西は中国、東はアメリカ、超大国に囲まれてるんです、我々って。本当、情報途中でねじ曲げてくる人間は、そうです。利患の計、仲間割れ。僕は中国とも燃える気ない。ロシアのプーチン大統領も、すいませんですけど、3期目ちょっとお願いしますって頼んだ方、中国の習近平国家主席も、ね、テレビ局が変なニュース、戦争のニュースを流し始めた時点で、本当はもともとテレビに出てた人間で、本当の話をされたら、困る人間が、本当はいっぱいいた。その残党とかはね。これは事実。だから警察官とかである小木さんとかが報道ステーションに出たんです。あの人、交通機動隊の人。だけども、テレビ出たら出たで、嘘のニュース読まされるでしょ。自分が今度発砲ふさがりになるんですよ。ね。警察官でも本当は怖くなるから、一人でいるとき。で、その状況。で、どんな裁判になるかわからないから。で、その絡んできた人間の話戻しますよ。ちょっとだいぶ時間経過しましたけど、いろんなことだいぶ言いましたけども、裁判所に書類を、ね、追加書類を提出しに行った帰り道に、同じ二人組が髪の毛染めてる、もう絶対僕より年齢上の女性二人です。多分50代か下手したら60代の可能性もあります。髪の毛染めてしまったら分からないから。本当はある程度視野が、混ざる年齢のはずですから。僕より年配。僕も本当は視野がありますから。よく近づいてみたら。何回も絡んでくる。一応、僕は、もうそれ思い出したから、もうそんなに言ってくるんだから、ちょっと録音しますって、もう見覚えあるからって、本当は僕のこと知ってるでしょって言ったんですよ。そしたら本人らがとぼけてきて、もう要は録音するわって言ったんです。で、その時に、君たち、僕と会ったことあるでしょ、淡井圭介ですっていうことを言いながら録画して、もうアップロードします。で、今アップロード中かな。で、その者たちはもう、すんごい怒鳴り声で文句言ってきています。で、昔から何回も絡んできてるんですよ。で、これ、10年前とか、最悪25年前も同じように絡んできていた可能性あるんですよ。その頃フルーツラバークで働いていたまとも側の人たちが結構いた。で、淡井圭介の状況を知った。で、法律に長けてる人間とかまともな人間だったら、裁判のことを分かった時に、原告、被害者側に回らなかったら、自分たちの方も危ない可能性があるっていうこと分かるから、僕側にまともな人間はつくでしょ。で、その、まず話、もう一度、強制わいせつされた時の件に申しますけども、流刑使ってるんですよ。現行法規とか現代日本法規にあるんです。普通の
六法全書じゃ、刑事訴訟法とか刑法とかないです。警察法にもない、流刑は。なかったはずです。もしかしたら今掲載されてるかもしれませんけども、平成20年だと平成31年の六法全書で、ページ数が明らかに増えてるんですよ。100ページ軽く超えてます。多分200ページから300ページぐらい。で、それはもともと、本当は六法全書3を出せば、現行法規、現代日本法規は全く同じ内容のものなんですけども、六法全書3を出せば全て収まる範囲内です。文字が大きいだけです。分厚くて関数が多いものね。現行法規、現代日本法規で。だいたい一通り見えどうしましたか？もう六法全書を一度読んだから、法律名見たら重複してるっていうことで分かるんです。だから調べがつく。すぐに。すぐにって結構何日も変えましたよ。実費でね。で、で、僕は以前もその絡んできた連中に関して、ちょうどね、地下鉄の大倉山駅のところに2人の男性、が僕とその女性たちの受け答え聞いてくれてたんですよ。で、僕は頭の中に警察ってよぎって、その2人が怖くなってすぐに急いで階段の下を降りていくんですけれども、もうそのパターンの人たちすぐ消えていく人たちってそのパターンでいろんな人たちがそうしてるんです。本当にこの件危ないから、僕もう世界中の政府上層部とのつながりあるから、もうこれそれそのパイプしっかりはっきりしてる人間じゃなかったら、他国の政府の人間が誤解で僕をインターポール動かしてきて警察官を動かしてくるケースもあるかもしれないから、本当にこっちも大統領にもう我慢の限界来たらもう起訴言ってくれっていうことを平気で言いますから、本当に。で、そこで聞いたら世の中どうなるか分かんないんです。統治が昔めちゃくちゃだったから。もうそんな時代にもうみんな逆戻りなんか絶対無理なんです。本当にエグいから。レイプがいっぱいあったから。男性も女性も。で、神戸市兵庫区の警察署。僕もそこを通して、神戸大学附属病院のその強制わいせつがあった後、レンタルビデオショップが神戸大学附属病院から南の方行ったところ、新海地の方で、レンタルショップか販売店を一点潰してるんですよ。僕からの通報で。いや、向こうのあれ、合いますよって、刑事課の方に言って。で、もういいですよ、刑事で行きましょうって。で、絶対こう引かないでくださいね。もうこういう件も今まで、現物持って、行きましたよって、僕の住んでる父親の家のポストにこんなものが投函されていました。僕の家の、ガスのメーターのところ、あそこにも変なチラシ投函されてたりとか、なんか変な方法を使ってくるんですよ。で、それを通報する。そこ絶対、正直いつ、もう何年前にそんなもの言いられたか、わからない、本当に。そんなところ確認したガスメーターの人間が誤解するでしょ。本当に。ね。変な中途半端な法的知識持ってる人間は一番余計な動き本気でするときありますから。で、あとで本当に疑われる。僕を通報した人間が、本当に。昔から知ってるから。天皇陛下、天皇家の人たちとか僕のこと知ってるから。で、アナウンサーとか僕のことを知ってる人たちいっぱいいるから。知ってるから、本当に。で、こういう状況下だから、僕も相手を、ね、音声とかで本当はどこの誰か分かるから、時刻とか日付言ってるから、時刻は言ってないから、まあ今日の昼過ぎ。それも山田書記官が、今ならまだ間に合います。はっきりしたこと絶対言えますから。あ、青江さんが今日来ましたよっていうこと。で、それで大体、あ、青江さんが言ってる通り、昼過ぎだっていうこと分かるから。お昼休憩あるでしょ。だから書類提出してるから、12時過ぎじゃない。12時手前ですよ。僕もこれ言いながら思い出してることは正確性が上がっていきますから、自分でいろいろ、考えてみて。で、兵庫署に行ったら、管轄が、そこは中央区だから、生田警察署に行ってくれって言われるんですよ。
で、僕は生田警察署まで歩いていくんです。お金がないから、本当に。訴訟用のお金置いてなかったら、すでに今訴えてる件で、途中までの訴状でもう6万使ってますから、本当に。コピー代とか。ものすごい数コピーしてますから、本当に。ある程度の部分の内容を全部にコピーし始めたら。で、本当はその世界、もともと無理があるんです。どう考えても。絡んで来られば来られるほど、件数が膨れ上がる。で、春山整骨院に集まってきた人間なんか、もう絶対そこは組んでるから、営業界で昔から。もうそれもうはっきり言ってる、内容とか、もう、令和4年、括弧の第13号の内容を見てくださいっていう内容、令和5年の485、今は、高裁行ったから、令和5年の、括弧、晴れ括弧閉じる、括弧、何番だったか、今日番号をもらったばっかりだから、今日も帰ってきてからいろいろ絡まれて、通報行った後、電話かけてるから、ちょっと今、番号、はっきりした番号思い出せないです。まあ、それは別のアップロードした内容で言っています。で、見ながら、メモ見ながら。で、今その件よりも、その、訴状の追加の時に遭遇する確率なんか、多分狙わないと無理。もう一度最初の頃、書類出しに行く時の、田尾寺駅のところにたむろしてた20歳前後の男4人、正直言うよ、自分途中で、データ容量が足らなくなって、映像は途切れましたけども、先ほどの続きです。一旦、別の場所に、データ移さなかったら次撮影ができませんので、続きです。で、生田警察署へ行きました。まあ、それまでに、まともそうな二人の男性、以前も同じパターンで現れた人たち、もしかしたら刑事課の人かもしれません。県警本部の方かもしれないです。まあ、何か僕のことを言ってるなって思って、まあ、僕のその、まあ、何言ったかもう覚えてないですよ。もう自分のことではっきり言って手いっぱいですから。で、生田警察署の方へ行って、対応してもらったのが、最初出てきてくれたのが、以前も、同じ2人だったような気がします。山本さんと藤原さん、刑事課で、話のと、まあ、2人とも髪の毛染めてるんですけど、もういいですよ。まあ、大体のところで後で顔を思い出したりとか、大体できますから、まあ、できなかったも、まあ、いいじゃないですか。とりあえず髪の毛染めるまずやめましょう。ずっと髪の毛染めっぱなしっていうのも、それはそれで変ですから。以前も確か髪の毛染めてらっしゃいませんでしたっけ。だから、まあ、変なこと言うなしにしましょう。今、だからわかるとか、もうそういう話なしにしましょう。多分、それ口実にしてる人間いっぱいいますから、どうしてもこういう口調になります。で、警察官とかも、もうそこまでの状況だったら、もうそれぐらいの口調で言ってくれたらいいからになるから。で、その後、木下さんっていう方が、次、髪の毛染めてない方が、対応されたんですけど、その人は警部補ではありません。で、いろいろ話していて、説明をね、ちょっとし、メモした紙、ちょっと状況を先に説明しますね。その警察官の人に同じことを何回言っても、その人も真面目に対応してますよ。けど、ずっとね、大倉山の図書館であったの、大倉山の図書館であったので、何回も聞いていくんです。これ昔から、他の人も、その人も、以前も多分、いや、もうその人も見たことある、この木下さん。何かの件で行った時に木下さん対応してくれてます。で、それが何年だったかもうわからない。正直僕も絡まれっぱなしだから。で、その人は、その録画する、その録画の内容をこだわってたんですよ。相手が、ストーカー行為だの何だのっていうことを言ってる方ね。相手は、自分から先に相手の法律違反とかを言えば、これいっぱいいるから、その辺に。指摘すれば自分たちの方が被害者側だと主張できると思い込んでるんです。しかも、その前の経緯とか全部出てきたら、もう法の悪用してるから、それ。もう結構なことになる、それしたら、本当に。
で、この木下さんは、そのままの映像だったら、君がストーカー行為法違反をしたような映像に見えてしまうぐらいましか言えないんです。そこははっきり言ってるんですけども、で、僕は何をおっしゃるんですか、科学庁があるんですから、電波で映像出てくるんですから、っていうことを言ってるんですね。で、正直、警部補以上の方ですかって、その取り調べの調書ね、あれ書くの警部補以上の人じゃないと、本当は法律的に、僕が見たある法全書ではそうなってるんですよ。で、平成20年度と31年度のものを持っていて、一応年金も一回変わってるんですよ。65歳以上の仕組み。一回みんな聞いたことあると思うんですけど、このインターネットで調べたら出てきます。マクロスライド経済っていうことで、平成12年に、一回変わってるんですよ。65歳から。本当は60歳からの支給を65歳に、法律が65歳になった、なったんですよ。で、平成31年度で、60歳の内容、だから本当はいつ変わったかはちょっと深く調べないと本当にわからない、これ。で、厚生労働省関係のインターネットで調べてもらったらわかると思うんですけど、これ僕ちゃんと説明できますから。60歳から受け取るケースと65歳から受け取るケースがあります。で、65歳から受け取るケースは、ちょっと60歳から受け取る月々の料金よりも大きくなります。これは国民年金は絶対みんな払わなきゃならないっていうルールがあるからなんです。だから積み立ててる量、金額が大きくなるから。だから、それは掛け金の量で問題が、掛け金の量でリターンの一月の金額は決まってくるっていう状況で、厚生年金とか絶対入っておかなきゃ損なんです。これが年金の、しっかりと説明ができる状況。で、今、大事なのは、木下さんが、僕が、いや、港川神社の横ぐらいの道、大倉山の体育館の横とか、だいたいそれぐらい歩きながら喋ってるから、両方とも該当するから。だけど、その人、3回言っても、大倉山の図書館って聞いてくるんですよ。間でちょっとだけ、数十秒、1分なかったと思います。まあ、もしかしたら、まあ、3回言う間だから、間で1分以上の話してるかもしれませんけども、その人すぐに、大倉山の図書館って聞いてくるんですよ。本当に大真面目な顔で。何回も港川神社って言っても、認識ができないんです。本当に。普通、その人も多分その状況下の時って、多分、電波で攻撃されてる。本当に。ね、もともとの、エシロンっていうシステムがあって、ちゃんと全国の新聞紙でも、テレビの、世界丸見えとか、他の、番組とか、まあ、報道番組でもたまにエシロンっていう話出てくるし、全国紙の新聞紙の方がしっかりした内容出てきます。で、アメリカの政府が多分本当は国連なんじゃないかなって僕は思っています。で、100年分の人間が喋ってる音声、全部記録してるんです。これ嘘だと思うでしょ。データ容量時にどうせ無理だって思うでしょ。できます。本当に。声だけに絞ったらデータ容量ものすごく低くなります。あれ。今、画面をきれいとかにして、画素数を上げて、画素数を落としたら容量って下がるんです。で、僕も家の中で自分が、6歳前後ぐらいの頃に父親と話してた会話、電波で聞こえてきたことがあるんですよ、はっきりと。あ、やっぱり本当に100年分データ保存してるわって。これぐらい本当の話なんです。で、そのね、いろいろその木下さんが動けないだろうなと言ってた時に、ちゃんと後から警部補の人たちが、警部補の人が来て、木下さんに途中言ったんですよ。あのねって、最初兵庫区の警察署に行くときに、パトカーが横通り過ぎていくときに、昔からって言う。ここは笑顔じゃないです。向こうは真面目な顔で、昔からってちゃんと言ってくれてるんですよ。で、僕が外を歩いてるとき、結構パトカー横通るんですね。ここ、もう、平等不平等の話で変なこと言ってくる人間、多分、淡井圭介と警察官が、ね、警察官犯人捕まえるのを妨害する人間しか、それもう言わない、ここまで。だって僕はずっと、総攻撃されてるようなもんなんだから。家の裏に春山整骨院作られて。それ関係の人間集まってくるから。もうこの辺はもう無理。僕は阪神淡路大震災で神戸市兵庫生まれだったんですけども、東山高校は全壊になって仮設住宅に移り住んできたんです。1995年の、夏場。で、いつの間にかエコーリラに
美容ショップがあって、そこにアダルトコーナーがあって、それの通報をもう1000円、よく考えたら潰しています。で、本当に北新ビルのところ。エコーリラというよりも北新ビル。明確に言います。絶対北新ビル。1階。三井不動産の隣かな、あの内部が。いや、その後三井不動産ができたかもしれない。合ってる。まず間違いない。で、この辺のアリの中町の JA の近くの一回ツタヤができて、そこもアダルトビデオコーナー見つかって、別の誰かが通報してくれて、潰しています。で、それから藤原台にツタヤができてるんですよ。これひどい挑発行為。だって、ね、仮設住宅暮らしでしょ？一応、家賃払わないで生活できるじゃないですか。で、阪神淡路大震災の東山工房の解体費用は出る話じゃなかったんです、最初。だから、もともと分譲マンションだから、個人所有だから、みんなで解体費用を出し合う話したところで、仕事場がまずやられてるんです。もう、建物の家屋倒壊とかあったでしょ？いっぱい。で、もうみんなお金なんか持ってない。借金の方を持ってる方、最初みんな。で、もう順番に破産法を、裁判所に破産手続きするしかないから、本当に、順番で行くと。だから、経済なんか回らない、絶対。もう無理。個人商店とか絶対無理だから、軒並み。ダイエー自体はそもそも大ダメージだから、関西の方のスーパーマーケット。で、その木下さんに、いや、本当は、通報、県警報とは言わなかったんですけど、連絡、届いてるでしょって言ったんですよ。そしたら、僕から警部補の人が、ちょうどタイミング、これも、自然とそうなる場合あるんですよ。聞こえてから出てきてるのか、これわかんない人の動きが、以前と全く同じ、再現を全員同じようなこと言っていて、同じ動きしてること、本当に分かった時に、スポーツの勝ち負けとか全部僕は記録してる、全部じゃないけども、僕はかなり記録してるから、みんな分かる人は分かるんです。現役から離れてしまった人は、彼の頭を借りている話とか、その話忘れてしまった人とか、神がかり的な力とか、天気とかね、今、最近僕の近日の、日付のところ見てもらったら分かると思いますけど、アップロードした内容を見てもらったら分かると思うんですけども、雷が鳴って雨が降ってって、どう考えても、天の神様とか先に亡くなったあのような人たちとか、明らかに怒っていて、雲の境界線まではっきりしてる。ね。もう分かってるんだから、あの世の人たちとか、どう考えても。先にお亡くなりになった人たちが、阪神淡路大震災の、ね、被災者利用して、ね。もうワンピースとかも淡井圭介ありきで連載スタートしてるんです。1998年頃、フルズアーパーク、もう皇室の人たちとかと、その時の当時の大臣とか、その後大臣とかになる人たちと、全員も顔を合わせした後、その後、知事とかになって、もうお亡くなりになった人たちいっぱいいるんです。本当に。この辺、ものすごく根が深いですから。で、本当に、巡査や巡査部長の木下さんに、まあ、その2人がそのね、ごちゃごちゃ言ってきた件に関しては、1名、もしかしたら、宝塚の音楽劇団、宝塚音楽学校とか、宝塚劇場あるでしょ。あの辺の関係者とかの人かもしれません。もともとね、お金流れで言うことを、阪急関係からお金流れてるんですよ。ほんとほんと。今もややこしいから、阪急阪神ホールディングスっていうことでまとめてます。阪神タイガースも阪急阪神ホールディングスの傘下なんです。阪神電車も阪急電車も。当たり前です。もともと国がお金出さなかったら、第二次世界戦争本当にあったんですから。神戸だって、兵庫県も空襲を受けてるんだから。ホタルの墓、確か西宮市の人が三宮に逃げてきてる。本当に。ホタルの墓一回見た方がいい。現実、悲しくなってる。僕も、
もう涙流し始めたら自分が泣き入ったら訴訟する力なくなるから、気持ちで負けちゃダメ。何十件裁判重なっても、そう、もう気合い入れて乗り越えしかないの。残念ながら助けてくれる人本当はいないかもしれない。できる技量、この件大きすぎて自分で行くしかない。もう高等裁判所が受けてくれてるから、下手にもう先にもう高等裁判所で判決しに出てる判例出します、言います。もうこれ聞いた人、状況、なぜ自分たちがっていうとこ分かります。淡井さんと同じぐらい頑張ってもらうでいいですねって、これ言ってますか、高等裁判所の裁判官。そんな内容、地裁とかで覆されませんよ。向こうの方が上ですか、高等裁判所の方が。この話、めっちゃくちゃ気合い入りますよ。自分が被害を受けたとき、助けてくれる人いなかったら、僕みたいに訴えなきゃならなくなるかもしれないし、睡眠時間まで同じにされるかもしれませんよ。全然これ笑い事じゃないから。めっちゃきついから、阪神タイガースの人たちが明らかに顔見たら睡眠不足だっていうこと分かるでしょ。昔どれぐらい無茶苦茶な方法で東京の読売ジャイアンツが買ってきたか分かるでしょ。その頃、完全にエロ業界で繋がってた時代。ね、軍とか名乗ってるから。で、東京側の人たちも理性のちゃんと聞いてる人は、彼が阪神・淡路大震災の被害者だ、そんな目に遭ってるっていう時点でもう分かるんですよ。あの日本代表がなぜまとまったかの話、僕はスポーツの勝ち負けしてたから、昔は球団同士の乱闘本当に何回もあったから、 YouTube で見れるから、みんな地域代表で出てるから絶対そうなる。お金の流れでも地方交付税とかあるから、本当はお金の取り合いとかあるから、本当は警察官は本当昔から入ってる方かもしれない。阪神タイガースの伊藤っていう投手は、彼は警察官の制服着て僕の自宅前を入れて来たことあるか、僕は入院させたりしないからって、入れたりしないからって言ってくれた人だから、輝けるステージへ立つ資格を得たの。本当にけど、そんな年俸なんか絶対もらってないから、そんなことしたら横領事件になるから。本当はみんなの税金で作ってしまったスタジアムの返済の額かもしれない。本当活躍したりしたらがんじがらめ、本当は。一回ちょっとすみません、時間いる、本当に。もう無理なく、2023年、8月の22日、本当に時効とかになる可能性があるかもしれないので、先ほどの続きです。もうこちらも焦ってる部分はあるので、すぐに気持ちの切り替えはある程度慣れてるけども、この人の人生がどれだけ悲惨か、みんなよく覚えておいて、本当に童貞で強制わいせつされた。それが人生で生まれて初めて、絶対に間違いなく中学生、いや、小学生の頃も触れたことなんかなかったと思う。服の上からだった男子がふざけたやつとかいたでしょ、小学生の頃、本当に。そういうのはあったかもしれない。だけども、本当に、直に触れたの。それ、両顎割られて、集中、オペ終わって、切開してるから、皮膚と歯茎の間。それで、砕けた骨と骨を、ね、プレート、要するに金属の板、それネジで骨に穴開けて、骨と骨をきれいにつなげ、形を固定する。そう、こう真ん中の骨、これが両サイドの骨、これがもうずれてしまったんです、ね、割れたら。これを固定しておくために、真ん中のここの骨とね、こういう形できれいにつなげなかったら、でこぼこのままになります、本当に。だから、そのオペって、歯茎と皮膚の間をメスで切開して、肉、えぐらんかったら、骨なんか見えないことぐらい分かるでしょ。オペどれがきついか分かるでしょ。で、オペが終わった後、もちろん全身麻酔で、そもそも、あれの警察の隣なんですけども、警察官が駆けつけてくれるまで1時間かかってるんですよ。なぜなら、無理。両顎割れた状態で、もうその1時間で血だまり3つぐらいできてるから、唾液と血で、本当に。で、それ犬の散歩で通りかかった人が、警察呼ぼうかって聞いてくるんですよ。普通の人間何も言わないですぐ110番する、そこまでの状態。本当に普段から110番すること慣れてなかったら、みんな本当は110番できなくなってる。いろんな交通事故の現場とか見ても、周り何十人もいても、
誰も通報しようとしない。何回もそれ目撃してるから。本当。これが現実。で、その木下さんは、こう聞いたら普通の回答だと思うんですけど、110番してくれたらいいからって言うんですけども、昔もこの人、当たり前でそういうふうなことを言ってくれてるんですけども、110番のとこ電話かけたときに、いい加減自分で解決しようとか、何かそういうようなことを言ってきた人が存在するんですよ。で、それぐらいのことで電話かけないでくれるって、笑いながら警察官が言ってくるんです。で、110番の先が自分で調べるんです。で、県警本部だっていう情報を得るんです。それもう絶対間違いないって。ね。元から営業界で組んでるやつ絶対いるんですから。だから両方終わられた件で、本当は歯の矯正費とか出てくるんですよ。だけども、自分の家族とかは間違った回答をしてしまって、で、先にお金をもらってから お医者さん行かなかったら、歯の矯正を受け入れてくれないんですよ。高いから。最初からお金払ってくれんかったら、向こうも開業医だから、それ、歯は治したけどもお金払ってくれんかったら、向こうだって立ち行かなくなるでしょ。借金背負ってた場合。借金返済していて、テナントぐらいだったら、すぐに店をクローズしてなんとかなるかもしれないけども、本当はなんともならない。設備投資してるから。その設備を、そんなもん、産業廃棄物で引き取ってくれって、ものすごい金額になりますよ。内装を変えなきゃなんないから。本当に。わかるでしょ？ある程度の年齢の人だったら。何百万。で、絶対する。で、だから警察総署まずお金を受け止めなきゃなんないんですよ。で、その件を兵庫県警に相談しに行ったんですよ。まあその110番の件ここで言ったら、正直、どこの誰が誰に何言うかわかんないから、言うの怖いんです、その時。本当に。世の中の実態分かった時の2008年か9年ぐらい、9年ぐらいの頃かな、兵庫県警に歯の矯正をお願いしますって、それも、じゃあもっと何年も後、2年ぐらい経過してしまった後で、それも、俺らじゃ無理だから、県警のある程度の立場の人にちゃんと話回しておくからって言って、その時は、竹中さんだか誰かなが言ってくれ、もう分からない、もう忘れて、もう分からない、本当に。で、で、実際窓口通してもらった時に駆けつけてくれたのが自衛隊の昔で言う大将中将とかの中将ぐらいかなか大将ぐらいの立場の人、本当に出てきてくれてる。で、二人で話し合ってるんですけども、僕のことを気にかけてくれてる話をしてるんですけども、わからないよ、その、一応ね、立場が階級がかなり上の人だなっていうのは、ここの勲章、こっちかな、どちらかの勲章の数、勲章って言ったらいいのかな、階級章が当てる。階級章を見たわ、かなりの数がくっついてきてるから、あれ見たら、多さ、豪華さで、ああ、上の方の人なんだなって、後からびっくり。けど、その人も後でもう、やめてます。何年か経過してから。もう当たり前、上の方行った頃で大抵、高年齢層の人で、ある程度の年齢が来たら降りなきゃなんないから、後の人たちに仕事回し上げなきゃなんないから。本当に、自衛官昔から本当はついてくれてる。だけども、急に襲われた人間って、最初から自衛官がいなかった。無理、警察官が最初からいなかったら。だから僕は二十歳ぐらいの頃、本当に、この辺に最初から有馬警察署の人とか配置されていたの。制服着て、はっきりわかるように。そんな名前優しい件じゃないから。もう僕の人生二十歳ぐらいの頃に、もう確定してしまったの。もっと元をたどって、その武系の話が出てきた時に、いろんな人たちが知ってしまった時に、この人の件絶対大事になるって。皇室ともパイプがある、大臣ともパイプがある、海外ともパイプがあっても、それ知名度が自然に広がるから。で、一番ややこしいのはその武系の話で、その北朝鮮と韓国はもともと本当は一つの国だから、そこを揉めるような立場じゃない。それも本当、で、この話は僕、中国ともロシアとも大統領ね、プーチン大統領と習近平さんのパイプあるから、これ、王毅外相もそう、絶対その人会ったことある。カトレア、私が、1998年ぐらいのフルーツラバークで、もうどちらにしてもカトレアとか、宴会場とか、バーベキューコーナーとかで働いてるから、
何年に大木さんが来てくれたか、これわかんない。だけど、カトリアに来てくれたのはわかる。はっきりわかるのは、たどたどしい日本語。はっきりと日本語喋れない。それだけわかります。無理。英語も中国語も、さらにもう日本語覚えろって、それだけで無理。そんなことじゃ自分の国の母国の法律覚えれなくなるから、多すぎて、本当は。で、その大きさのことは思い出せてます。で、もともと日本との駐日大使、日本との友好関係で来てくれてます。その後、外務大臣になって、もう一度もしかしたら現場復帰してるかもしれない。僕の県から降りれなくて。もう、最悪、この県から片付くまで、証人がいなくなるから、本当に。身勝手に本当にインターポールが動き始めて、一部の情報だけで、世界中大混乱になるから、本当に。僕の件は本当にそんなに生易しい件じゃないか。世界中の政府が動くから、それ同士討ち、本当にもう起きてるかもしれないから。仲間同士だったはずの、信じ合ったはずの関係でも。とにかく、春山聖光線営業するなって、本当に。それが一番世界への証明になってしまってるから。あの国全然自浄作用がないって。本気で動けよ、有馬警察署に配属された警察が。あんなところすぐに訴えろよ、自分らで。自分たちの仕事から逃げ出せよ。なんで民間人の淡いケースが、ずっと被害者の淡いケースが、こんなに頑張らなきゃならないのよ。もう、ごめん、被告で、警視総監とかもう名前出してるから。この件、そこまで上の人に、もう事情分かったんだから、参加人とか補佐人へ回ってって。こっち側に行って、原告側に行って、それせんかったら事件の大きさで途中の人間が身勝手に止めてしまうから。本当は警部補の手に負えるような内容じゃないから。本当は最高裁行きになるかもしれない。なんでこんなに大きな件ずっとほったらかししてたのって。日本中の法律の使い手の人たちが3万人、4万人いたら全員動くから、ここで踏ん張らなかったら日本ダメになるから、本当に。もう、ごめん、もう、こんな目にあって冷静にいろっていう警察官の方が頭おかしい。お前の方が、見ろよ、状況、本当のことを。泣いてるだろう、嘘言うわけないだろ、こんな人生追い詰められて。もう、うちの親、74歳で殺されてるんだよ。電波で明らかに睡眠不足にされてるんだよ。状況を理解しろよ。国連のグレーテスさんとか、昔から国連の代表が言ってるよ。電波で人殺してる可能性あるってって。何のために地獄つけてると思ってるんだよ。何人死んでるか分かんないんだよ、こっちだって。こっちだってそんな生き方がしてきてないよ。別れよ、エロって金になんか返りないよ。誰が輪郭しのりにしとった人間、どうせ嘘言ってたんだろう。ふざけんなよ。死刑判決本気で取りに行くからな。覚悟しろよ。こっちも遊びに来てるんじゃないっていうことは分かってるんだよ。もう後に引けないよ。先ほどの続きです。ちょっと、落ち着いたので、はっきりさせておきます。確実に、日付とか、もう8月22日、もう絶対分かりますよね。20時、15分、じゃあ12分ぐらい、自分でも確認したいと、映しながらだと本当分からないから。で、110番したとき、名乗らない警察官、そいつ絶対危ない。もう分かったでしょ。で、この辺の実態、その、エロ業界とその医療業界の癒着ね、もう手に負えん。医者ほど危険なやつが起こらへん。もともと松本サリン事件で本当は医者が薬作りだったのかもしれん。本当に警察とか検察庁も絶対に本当のことテレビで放送してください。無理、本当に。本当のことで言った方が最初から答え早かった。医療業界のややこしいやつは全員潰せた。110番出てきた人間、100%でそういうふうな対応してきた人間、兵庫県警の中だから、そこ110番の通報先は。県警本部なんか絶対紛れ込んでる。な、言っただろう、自衛隊員が絶対淡井圭介の喋ってる内容を調査せよって、もう確定してただろうって。その話から逃げた自衛官何人いた？訓練、そんな悠長なことしてる場合じゃないよ。試合止めてでも体鍛えてる人間、現場欲しいんだったら、アスリートの、ね、試合止めてでも現場に急行させたらいいじゃない。読んで。
相手体鍛えてるから、ちょっと一緒に捕まえるの。一応ちょっと来ておいてって。ごめんね、プロ野球界。事実これ。まあ、荒井慶介のこの件知ったら、本当は、敬語使わない人間とか、髪の毛染めて平気で荒井慶介を下っ端みたいな形で物言ってる人間、全員怪しく見えるから。性被害者めっちゃくちゃいる。30年とか40年の時間帯で見ると。そのまま死んでいった人たち、多分いっぱいいる。これだけでも、そこ踏ん張らんかったら、この件で本当に、アダルトコーナーとか潰さんかったら、日本が絶対に復活させないようにしとかんかったら、多分もう取り返し効かへんからな。世界中、全員泣いてしまうから。先進文明全部滅びるかもしれん。エネルギーの残存量問題と、人口の少子化、個人情報保護法の撤廃とかできなくて、ずんと隠蔽で、されたのが荒井慶介。入院回数9回。ひどい冗談にも程がある。一回言われたことがある。野球で世界一取ったら助けてあげるとか。何回取った？ 3 回は取ったぞ。アメリカはまだプロ出てきてない。何の話しとんねん。プロ何人か出てきと。好きなだけ自分たちの成績いい人間選んだらいいじゃないって。これが本音。こんなにきつい言い方してない。こちらもはっきりさせたいから、母国のアメリカの選手の成績しっかり出している選手出してもらえませんか？はっきりしましょうって。勝ったでしょ、日本。これね、ごめんなさい。アメリカの人たち誤解しないでくださいね。アメリカの中にもエロ業界の人間いるでしょ。こういう、そういう奴らに、ヘラ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 、我ながら媚びへつらって物言ってたら、気持ちで負ける。無理。怒る気力なくなったら、ね、こんだけ解決、自分じゃ解決不可能だって泣いたら、裁判する力とか元気なくなるから、本当に。そんな人間に、ずっと僕、そんな状況の淡いケースが、何回世界大会、オリンピック開いてきた、世界選手権。もう状況分かったやろ。スポーツどうこうね、金使わないよ。みんなの税金って言ったらみんなの税金だ。それ100%合ってるんだよ。常識わきまえろって、本当に。疑われるぞ、お前らも。税金使い込んできた側が悪と、捜査協力しろよ。知ってる限りのこと、思い出せる範囲のだけのことでもいい。自分の会社の金の回り方とかでも、本当は分かってる人間分かってるか何かおかしいって。そういえば、淡井さんの言ってる、お前淡井さんの言ってること本当やって。スポーツ選手で、そのスポーツだけに打ち込んでる人間が状況把握、全く理解できてないから、自分からそこまで分かった。降りる。ゴルフ、してる場合じゃないって。自分で分かれよ、状況。プロ、何がプロだったの？税金の食らいつき方がプロだった。本当、1990年ジャストくらいに一回日本バブル崩壊したでしょ。バブル。淡井圭介なは、その頃僕、中学生だよ。社会のことなんか右も左も全然わかんないよ。法律、わかるわけないよ。その当時の人たちが君のせいじゃないからって言ってくれてるか。あかん、彼まだ中学生やわって。そういう映像、しっかりとストックできてます？テレビ局の人たち。本当の話、出せます？国会議員の人たちとかで、淡井圭介の件、笑い物した人間、全員疑われるから。上上げられるから。僕の件で笑ってしまった方かもしれない。河井さんも河井法務大臣。ね。訴えられたでしょ。その人を、ここ1ヶ月以内の間に、そこの公園で見かけたから。服装。僕みたいな格好、運動靴、大急ぎで弁当食べてた。日本敗戦国だよ。ね。ミッドウェーの海戦で負けたよ。日本が真珠湾攻撃なんかバカなことしたからだよ。国力差なんか圧倒的に違うだろ。けど、別に天皇家の人たちは揉めるつもりない。
恐怖じゃない。僕は実際会って、なる人様とかの人が信じてるから。自分が助かりたいから言ってるんじゃない。こんなことは15年以上前から言ってるから。実質的に助けれた人なんかいないの。これ本当に最高裁まで話持っていって固定しなかったら危ないかもしれない。総理でも国会議員の全員の投票でも最高裁の判決なんか簡単に覆せない。そこまで話持っていくしかないかもしれない。もう僕それだけの覚悟を腹くくってる。死刑判決出した後の死刑執行の法務大臣の判押した後僕のせいにされたらどうなるか。今より髪の毛長い状態、耳まで髪の毛がかかってる状態、眉毛も隠れるぐらいの髪の毛、全部逆立ってるから、本当はスーパーサイヤ人と髪の毛逆立つの、本当あれ呪われた状態。本当のことをある程度知ってる人間が、ある程度バカな話入れながらじゃないと、描けない漫画。将棋じゃ入れられないから。どこまで笑わんかったら持たないから、精神的に。だからその映像も世間に公開してほしいっていうことを裁判所の人たちに求めてます。もういいんです、裁判所の人たちで。今、高裁どうこうとか、そんな細かい名称にこだわってる場合じゃないんです。法務省がはっきりと言ってます。細かい書式とか、私たちは求めてませんって。それして裁判止めてる人間、本当は一番怪しいから。分かってるから。みんな忙しいから何人手空いてるか分かんない。だけども今更これだけ六法全書、今いろんな書店に置いてきて法律かじってきた人間なんかいない。もしかしたらコロナウイルスの時に120万件の訴訟あって、ほとんどが棄却されたかもしれない。法律面求めてこられてきて、だけどもそこから僕みたいに這い上がって法律面一覧表とか出してきて、踏ん張ってくる人間は踏ん張ってくるから。いい司法修習生じゃなくてもいろんな判例を覚えてくるやつは覚えてくるから。ニュースずーっと記録して。その総数、オンブズマンの人たち、3万人から4万人超えてるからね、今は。昔で3万人から4万人だから。本当に110番通報して、そいつがエロ業界と組んで、本当はスポーツ業界とかで金稼いでた人間とかだったら、本気でそいつらの死刑判決取りに行くから。今の話分かったやろ。スポーツ業界行くとき確保しとけよって。淡井さんにだけは絶対敬語使えよって。みんなそれ本気の顔して言ってるから、笑いながら言ってる人間、後で全員大変な目に遭ってるから、こっちの怒りも収まらんから。本当はインターポール動かしてるから。最悪米軍が乗り込むよ。何のために日本に米軍基地あると思っても、本当は沖縄の人たち理解して、米軍の人たち、日本のある程度の基地点在しとかなきゃならない。向こうも法律明かして、どちらが被害者かはっきりさせて、動かなかった米兵が偽物から、もうタイタニックで僕は20歳ぐらいの頃見たから、ディカプリオ、エロシーンしてるから。本当は彼ももうそれ以上映画に出れない。証明してるから、映画で。エロって金に変えてるから。無理。そのような人間信用できない。結婚絶対無理やって。ほとんどの人は断るよ。隠してから、結婚してから、そんな人だって知らなかったって、後から男の方は逃げていくよ。女の方も逆パターンも。当たり前じゃない。自分の頭で考えて分かるじゃない。以上、これが今回の件の裁判内容。他にもいっぱい訴えてるから。絶対無理、一人じゃ。2023年、8月の22日、22時、27分。今、パソコンの動画をつなげ合わせようと、ビデオエディッターでね、一つの動画にまとめるんですけども、それを、電波障害で妨害されています。はっきり言っておきます。裁判所の裁判官が法廷で、僕は法廷で訴えてるときね、もう一人で裁判しますし、
いや、一人じゃなくてもいいですって、後で言ってくれたんですけど、怒ってもこれしょうがないですよねって認めますってはっきり言ってます。女性の矢野裁判官、これ男性の裁判官でそれ言えない人間、それだけで危険視した方がいい。普通めちゃくちゃな目にあった方がいつか元気になった時怒るから、それが普通ね。被害者側が怒れない、黙っとけ、怒鳴るな、何考えてんの、正当防衛何もできなくなるじゃない、大きな声出せない、それ助け求めれないよ、大声で。警察が言っていいことと悪いことあるって、本当に自分でしっかりと自覚して自分が今何言ってるか。で、その ごめんなさい、その木本さんが110番で出たわけじゃないですよ、声が明らかに違うから。刑事課の人たち全員覚えて、本当にこの件本当に日本中の、刑事課、普通の警察官も検察庁もう自体分かったでしょ、無理だから。今のままだったら本当に、今のままだったら無理っていうのは、その110番の通報した時に笑いながらか、その自分でしてきたことだろうとか、いろんな言い方で110番3回以上もう相手してもらえなかった。あともう一つ、ものすごい怒りがあります。本当に安倍晋三さんを殺した人間がいるんだったら、そいつも死刑判決取りに行きます。本当に殺した人間ね。もう安倍さんが、もうこの件無理だって思って、もう死んだことにさせてっていうことだったら、もういいです。もう僕も安倍さんに会おうとしない。いいです、それで。安倍元夫人にも何の責任も求めないです、この件。全然違うから。絶対この辺。みんな、お金あんまり持ってないから、そんなに飛び回れるやついない、日本中。他国からも。彼持ってる人間。彼氏なんか使ってる。人材派遣会社の人たちに給料を奪って、本当は、ね、退職金とか払ってあげなきゃなんないのに。住居手当とか、扶養手当とか、どれだけピンハネしてきた、その金でどれだけ遊んできた、仕事しながら。だからそれあるから、仕事中に笑ってる人って絶対仕事間違えるから、これもうどこの仕事場も同じ、スポーツ業界だけじゃないから、ほんと。絶対気抜いてるから。無理だって。仕事めちゃめちゃ詰め込まれた時分かるやん。みんな走り回るやん。あんな状態でヘラヘラ笑って仕事できる。絶対無理だってみんなほんと分かってるから。こんなこといちいち言わなきゃならなくなった時点で、この世の中無理。本当は、そのサイバー行為かいくぐって、できるから、ビデオ編、録画した動画つなげれるから。どうしよう、これ最初に持ってきた方がいいかな、最初と最後に持ってきた方がいいかな。本当は一般人の人たちも見た方がいい、状況わかるから。法律を覚えてないことがどれだけ危険かとか、本当にどこにどんな人間が潜んでるかわからないよ。本当に友達関係とかもズタズタになる。本当に建設関係とかね、みんな勘違いで動くやついるから。僕は友達のことぐらい信じてるから。本当の、小中高と仲良くした、仲良くした中で本当に僕の自宅に投石してきた人間もいたから、多分勘違いしてる。誰かに嘘言われてるか、電波で攻撃されてるか、何か。阪神淡路大震災があったと。お金持ってる人間だから、絶対、ほとんどいない。それでもお金持ってたら、よっぽどの悪党じゃなかったらお金持ってる条件が出来上がらない。以上。